はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドね、シングルランクマッチやっていくんですけど、多分これね、あとね、動画なんでこの途中から撮り始めてるかっていうと、この TL の人ね、昔僕に切断バグをしたね、シーズンいくつだっけな、昔の動画、遡ってもらったらあるんだけど、この TL 忘れないからね、僕。このシーズンって僕ね、レート、なんかレートがまだ、見れない時代で、後になってから見れたんだよね。それでレート1000、確か僕、900、だあと1勝で2000とかあったんだよね。ちなみに、このシーズン、僕この人に切断バグされて、初2000をね、お預けを食らってるっていう、そういう、苦い思い出があるんですけども。トンボから入るか。で、守ってきたら大魔球。絶対倒す。マジで、こんなやつを僕、許さないからね。こいつだけは僕、このゲームから、叩き出すって決めて。ちなみに、僕、ツイッターで、その試合の後に、型とか全部晒したんだよね。切断バグされましたっていう、なんか証拠の動画かなんかを上げて。今もうそれないんだけど、当時の僕を知ってる人は知ってるんだよね。で、その時から僕はこいつをね、叩きのめすことを、僕の使命だと捉えて生きているので、これちなみに僕、トンボを見せて、スカーフなんだけど、バレてるから、多分相手大魔切ってないんだよね。てか S1 個上がってるから相手も早いから大魔切ってたら多分、先に相手大魔するから。まあ、椅子有利さえ先に取って、で、馬車がちょっと重いから、草原とかまで考えると吸い込んで見れてないから、相手も大魔してんのか。まあ、僕から先に動くんだったらそれはそれで構わないかな。助けだと落ちないんだけど、返しで多分死なないで済むかな。火力がちょっと弱いはず。いや、これなら僕トンボで水軍引きでよかったな。で、いや、ナックルとか飛んでくること考えるとだよな。ナックル。次、耐えるくね。全然、弱点本源ちょっと怒るけど。だいぶ怒るけど。硬い。やだー、切断バグ使わせて負けたくない。もう、もう、死んでくれ、マジで。なんで弱点、もう、おかしいだろ、お前。飛んでくるのはバーンなんだけど、このね、イベルね、守るがここでないのがちょっとね、ちょっと相手早くなるんだよね。プラ3でしょ。ナックルが今のダメージで、倍ぐらいになる。と思っていいから、さすがに耐えるか。多分耐えるっしょ。僕も大魔切ってるから。ウォール、はい。まあ、ウォールはいいかな。てか、相手守ってくるターンにあれだな。ジェット一回刺しときたかったな。そうすると多分大魔切られても、結局突破できてたと思うんだけど。いや、それ僕が弾だったらさ、どうしてんのっていうか。まあ、でも落とせない以上はそうなるか。で、僕、トンボでこだわっちゃってるから、起点作られるんだけど、まあ、裏水軍いるから止めれるかな、多分。いや、さすがに、お互い大魔切り合ったら邪行でも多分。まあ、イベルがだいぶ削られて、ファックなことが起きてたんだけど、あれだったわ。まあ、切断バグするぐらいだからね、こういうプレイングですよ。ザシアン。ザシアンにトンボから入るのめっちゃでかくね。まあ、ジェットレース上げても意味ないけど、結局スカーフだから、あんま関係ないし、いっか、みたいな感じで、いけるもんな。ここはトンボ以外、トンボで引いていいね。だね、リーグカードがね、変わってるんだよね。変わってるんだけど、まあ、そりゃさ、2年くらい経ってたら、それはリーグカードぐらい1回は買えるよなっていう話なんだけど、だこの TNA のやつ僕他に見たことないから、まあ今対戦してるハイパーボール級に僕今いるんですけど、こいつで間違いないと思ってます。じゃあ特化かな？威力ある気がするけど。ああ、急所。そうだよね。さすがに半減でこんな入んないよね。裏を見てゲームがしたい、ここは。もう2回は入るから、なんか1回削れれば、イカ様の圏内でしょ？誰をしばくかって問題だけど、やばそうなのは、海竜とギャラドスかな？こっからだと。
いずれにしても一回朝の日差しでいいな。ああ、こういうのにも対応できるから、こういうこういうの突っ込んでくるバカにも。まあこれなら自信打ちたかった話はあるけど、別にネクロ盤面に残ってそんなに困るポケモンじゃないからいいかな。で、最大打点がそれって分かったから、おそらくそんなに脅威ではなくて、まあ日差し連打でいいか。まあ突っ込んでくる。あのヌオに対してもね、ジャレを打ってくるやつがいるんだけど、それとは訳が違うからね、ネクロに突っ込むのとは。あのヌオに対してはジャレで圧力かけながら引かないと、裏に毒とか通されちゃって、あの裏切って最後ザシャンヌオ対面作ってからで相手視点は OK になっちゃうから、それはあんまり良くないんだけど、される方がヌオ側辛くなるんだけど、これは全然訳が違うからね。インファ打ってきてもらってザシャンどんどん柔らかくなっていくしさ。ね、ラスト次第なんだよな。まあ、待っといていいか。誰が来ても。ここで引く。無限大な。てか、めちゃくちゃ前のめりだよね。ザシアン大な馬車を、初手大魔馬車を持って。なんかでもあれだよね、あの、いや僕ね、このゲームをね、やって思うんだけど、あの、本当にね、選出画面の3体、大体6体に対応できないから、極端に対面に寄せた構築、ありだよな、みたいな気持ちちょっとするんだよね。ここはリュウマイ安定じゃないですかね。メテビー。そのタイプか。宇宙の力が溢れ出す。これ、早いやつだよね、多分、ちょっと。抜けるかな。あ、2枚知ってるからさすがに抜けるか。これでこんな範囲でやばいよな。威力ありすぎなんだけど。まあいいです。負けない。絶対負けません。こんなやつに、負けてたまるかっていう話だからね。これ多分落ちるんじゃないかな、地震で。さすがに。オッケー。耐久ないでしょ、このダイナは。オッケーオッケーオッケー。あー、ちなみに僕、その2年前の切断バグされた時も、僕が勝ちそうになって、切断バグされて、だから事実上僕の勝ちなわけだから、あなたには僕、この2年間僕、あの、頑張ってた時期もあったけど、だいぶね、後半、こう、あの、順位とか冷凍を競う領域からね、遠ざかってしまったとはいえ、お前みたいなやつには負けません。ファック、オッケー。トゥイージー、トゥイージー、お疲れっす。はい、そのまま続けて2戦目やっていきます。この試合勝って、マスターボール級にしてとりあえず終わろうかな。まあ今シーズンもね、また懲りずに、なぜかこのゲームを起動してるんだけど、毎シーズン、あの、半ば、週の、月の半ばぐらいにね、あ、もういや、やめようっつってやめて、やってないっていうのがこう、状態化してるわけで、それはね、非常に良くないなと思いつつも、まあ、そんな生活をね、してるわけなんですけど、ちょ、これ相手のイベル重いなぁ。直帰とかちょっと絶望的だぞ。選出ねぇ。でも、まんま考えると僕、スイ君絡めたくて、ザシャン考えると、ネクロ欲しいでしょ。ラッキーネクロスイ君っていう選出にすると、不都合が多いなぁ。あまりにも不都合が多い。あー、イベルから入るのは悪い気がするけどなぁ。イベアスイ君から入ってもまあ悪くはないか。イベルから初手入るのちょっと圧力ある気がするけどな。相手がイベルから入ってきた場合だよね、問題は。まあイベルが逆にでもこっち残れば多分勝っているから、この選出いいと思うんだよな。まあ相手のイベルは気合い、いやー、これならあれかな、マンム軽視してラッキー投げるべきだったかな。ちょっとわかんないけどね。あのね、今季はね、まあちょっとなんか、あれだね、心を無理してちょっと続けないと、だからね、だいぶ今日一日じーっとやってたら、あの、初手イベルキレム対面、なんかレイドから入ってから次いるんだよ、たまに。それで裏のラッキーいきなり死ぬみたいなさ。僕は相手のダイマックスケアして一回引いてるはずなのにさ、一番、さ、トンチンカンの行動してる人が一番得をしてさ、ダイマックスまでケアして一旦引いてる僕が割を食うっていう
納得できない世界に突入してるんだけど、ガンプから入ってくんない？ステロから来るかな。まあジェット考えたらステロから入んのか。とりあえずサスキ割りたくて、これで後の展開結構楽になるでしょ。スイ君引き。で、問題はね、相手のイベルタルをどう処理するかっていう話で。だからこっち僕ステロないからな。ネクロにステロとか入れれると最高なんだけど。あー、ガンプから来てる。まあこれは相手ステロ巻いて、みたいな感じかな。おそらく。ネットぶち込むか。身代わりを置いても結局地震で割れちゃうことを考えるとあんまり意味がない話があって。で、できればね、相手をイベルに、僕は絶対イベルで勝とうと思うと、相手だけダイマがなくて僕がダイマ持っててっていう展開だと思うんだけど、ザシャン、ステロ巻かれなかったのでかくて、持ってないってことはないと思うんだよな。ここあと、あれだね、ドヒドヒでチャンスが一回あるから、割と焼いてほしくて、割と焼いてほしくて、オッケー。まあ、あんま関係ないかな。結局多分僕、ネクロ引いてから、普通に殴って多分、まあでもでかいっちゃでかいか。ネクロがちょっと動きやすかったかな。多分ザシャンに投げてからね、絶対、鋼技で突っ込むんだよね。日差しじゃなくて。それが正解だと思うんだけどな。なんならこれスイ君で居座ってよかったか。いやーまあでもステロないしなー、余分に。多分相手のイベルのダイマからすためにちょいちょい投げたい以上、多分スイ君の一文字少しでも残した方が偉いはずだから、ワイボー。焼けてんの神だ。5つ目だけ、一生稼げる。で、相手のイベルをね、しっかり削りたい話あるけど。やっと僕、もう結構ね、行ったり来たりして、ハイパーボール級のあと1勝で、マスボ級っていうところでさ、相当足踏みしたんだけど、ようやくこれで不毛な時間を抜け出せると思いますね。いやー、いいわ。ちょっとね、誰引く？イベル、オッケー、イベルに、これ通るのでかくて、ザシャンあそこまで削ってるから、もうイベルで僕見れるから、多分ネクロ雑に行っていいんだよな。マンムーもそんなに気になるあれじゃなくなったから。あとはあれか、枚数不利を取らないことが重要か。ここまで削れたならまあいいかな。アクア打たれてもね、割といいと思うんだよな。なんならダイマ切ってくんないかな。ダイマ切ってくれると僕返しで勝ちなんだけど。まあ普通にメタ打っとくか。多分切って大丈夫。てか、切ったら引けないわ。イベルに対して。あかん。弾かどうかだけど。あ、てか、どっちみち、あれだわ、D 振ってないから、耐えるわけないわ。弾で。まあ、ここまで削ってこっちがイベル出せるなら、文句ないかな。問題は、相手がここでダイマを切るか、後にしてくるかっていう話なんだけど。ケアするならトンボか。デスウィングはさ、僕がダイマ切ってた場合にあまりにもそれは弱くない？取る手として。羽休めとか。相手視点、どうするんだろう。まあ、イベルででもダイマを切るかどうかが悩ましいっていう話だと思うんだけど、僕がダイマ切った場合は、引かれた場合が多分ちょっとまずくて、デスウィングをし続ける話。ザシャンは取れるでしょ？まんまで取れる。多分トンボが正解だと思う。ダイマ切るんじゃない？相手。切んない。あー、僕ダイマで勝っちゃったけどな、それは。僕負け、いらんことしたかな。ダイマでよかったかな。それ相手さ、裏切って、ダイマターンからしてさ、イベルの返しでダイマっていうルート。ちょっと気にしたんだけどな、僕。これめっちゃ回復しちゃうじゃん。いや、待って。ちょっと、それなら、ねえ、それ僕の、ダイマックスをケアしましたか？質問なんですけど。
ちなみにそれ僕がダイマックスすること一度でも考えました？そしたらそれだってイベル失ってさ、負けるわけじゃん。それは良かったんですか？あなた、質問なんですけど。教えてください。いやね、こういうことが多すぎる、本当に。なんで？あ、僕が間違ってんのかな？わかんないけど。相手でも弾でしょ？ここでスインが絶対食らう。ラストダイマックス同士で打ち合った時に、僕ボールないからちょっと辛いんだよな。あー、まあでもアークを入れる、あー、じゃあワーも入れてみたいな話は、まあなくはないか。C 下げてみたいな。相手多分特殊型だと思ってよくて、吠えるべきかね。まあまあ難しいね。多分状況が変わんないから吠えた方がよくて、あ、ちょっと思ってないのが飛んできたわ。これステロ負けてるとさ、このホエルが宇宙で一番強い話していいか。まあ、むー、ここだよな、ここだよな、マジで悩むのは。守っていいな。でも相手引かないでしょ。うん、自信かどうかみたいな話にしたくて。いや、スイ君はね、相手多分イベルが着地してくるのが嫌なはずだから、ここ多分つららで飛んでくるとし、つららかまあその辺でネットを入れたい。うん、自信打てる。そうですか。いや、今度これ僕がさ、相手のダイマックスを、もうダイマックスで崩されたな。なんか余裕だと思ってたんだけどな。何が悪かったんだ。ジェット切んなきゃダメかな。いや、でもイベルあそこまで削れてるでしょ。ジェット入れたらまんま落ちるから。アークザシャも取れる。ちょっとなんかまずい気がすんな。いやー、ちょっとなんかまずったかな。でも僕ジェット押し続けてる限りは、スカーフあるから絶対上から受けるでしょ。あの HP でスイング2回で落ちると思うんだよな。1回は耐えるだろうから。続けて。で、ザシャンが石化持ってるとちょっとめんどくさいっていうか、全然話変わってくるんだけど、あー、ちょっときついかな。さっきのとこ僕がさ、ダイマックス切ってさ、ザシャン引かれて多分ジェットで落ちなくて、ジェットでザシャン落ちなくて、でザシャンマンムでダイマックス終わって、で僕イベルスイ組んで、相手だけダイマックスで切り返してくんのちょっとまずくて、ネクロ切ったタイミングが悪かった。スイ君を切った方が良かったのかな。あそこ赤でスイ君に引く、なんか解決してない気がするんだよな。それはなんかどっかプレミしてる気がする気もするんだけど、いや、どっちみちじゃねっていう話もある気がする。これでも一番やりたくなかった展開だよな、結果的には。まあ、さっきの場面で、イベル対面、僕がダイマ切って相手引いてて、アークでダイマ切ればよかったかな、あの場面で。ジェットじゃ多分ザシャンあれ落ちないはずなんだけど、弾じゃないからね。で、ここ相手、ウォールなければ別にそもそも勝ちなんだけど、どこが悪かったかな。まあ、10着ウォールでしょうね。
ちょっとなぁ。5回転イベリに抜かれる心配がないから、それはいいんだけど。あ、オッケー。大丈夫だったわ。こっからのジェットはさすがに耐えると思うんだよね。いくら、弾といえど。ジェット。強っ。ああ、でも、高ダメージなら多分僕、あれかな？相手ボールあっても、デスウィング2回と玉ダメで落ちるなら、どっちみち大丈夫だった話はあるか。デスウィングで。こだわんなくてよかった。これがあるからね。こだわりたくなかったんだよね。先にダイマ切りたかったんだけど。あぶねえ。ああ、よかった。ガッて。こういう思いをするのが嫌で僕受けるよりも使ってたんだけど、こういう思いと向き合ってやらなきゃいけないわ、このゲーム。まあまあ、2勝ってことで、お疲れっす。GG。